おお。全部読み込んどるよ、あいつは。あ、社長に会った。あれぐらいしか思われなかったんだ。もっと責任ある立場でやっていきたい。行動が伴ってないじゃん。だから金髪さん、どうでもいいや、ほんと。どうでもいい、マジで。だけど、じゃあそれでは無駄ない、緩んでって。いや、やりたいから、ほんと、いやいや。だから、ねえ、ダメだ、そういうことじゃん。今、ある程度か、みんな、じゃあ、OK にしようか。金髪、ありにした方がいいんですかね。星行かれたかな。お客さんとかで。ファッションじゃん、金髪も。やるなとも言えんじゃん。違う問題なんですけど、先に言っとくわ。キノコフュージョン、ちょっとちゃんとね。俺らもやめます。じゃあ、本当にな。ちょっと、ちょっと、ちょっと。じゃあ、遠近法。おならしました。金髪やめる。はい。お前、竹まで金髪になったんだろう。竹あ、なってますね、あいつ。おお違うっすよ。アッシュ系の黒入れたんですよ。そしたら、黒が入らなくて、アッシュの青だけしか入ってこない。すごい青。お前、ちょっと。いや、舐めてるんですよ。分かった。お前の考えはそういうことだよ。じゃあ、俺、これタケと会って、いろいろ喋ったの、夕方、もしくは6時から。あ、そうだ。あの、そうだな。ならパッと見たらお前あいつの金髪なら帽子かぶって隠してるけどお前らターゲーどうちょかっこいいと思う。え、似合ってます。あの居酒屋で会った時から似合ってるなと思ってました。やめろ。え、でももう髪の毛切りに行くんだよ。あ、黒にするの多分黒になっちゃう。あ、なっちゃうじゃなくてうちの会社いいの。良くないと思います。じゃあいいな、いいに種類ちゃうから。タケから全員喋ったのよ。うん、ええ、はい、どんだけ緩いのお前。じゃあまあほんでさあ俺、まあ、勝利一番悪いのは勝利だ、ね、うん、だけどさ、じゃあパンタも言ったわ、まあ、これ動画どこまで伝えてニュアンスで難しいけどパンタもまあ今こういうくらいの問題で言えば、チームやっていきたいと。お前もさっき言っとったやん。うん、だってお前らやりたいんだろ。いや、僕、タケの。やめるわ、俺も。じゃあ会社売ったらええよ。はい、俺売ったらええよ。楽しくねえ会社だったら。やめた方がいいもん。タガーシバンク。うめえうめえちゃうか。そうです。そうです。いや、俺分からんけど、まあいろいろ喋ったんで、俺もやっぱ自分も悪い、俺が悪かった一番。はい、だからもっとやっぱね、堀川翔とかお前とか簡単にもアドバイスして厳しくしてあげだったらよかったなと思う。としくんやめるかな、うん、まあまあこの動画になるかもしれないですわ。まあ僕はしょやりますわ。これ内容一回ちょっと話するわね、しっかりと。まあ、これ使ってもいいですよ。ね、お前ら責任者やりたい。こいつなんか本当一番俺のそばにいるからもう一番ボロカスになるとか。そうなんですか。だから伸びてくると思うよ。使えるし、まあ日に日にたった2週間だけど。お前のその金髪に対してそのまあいいや別にな、金髪だって金髪でいいや、うん、で結果だ出してあるチームが伸びてって、うん、お前らの生活がどんどん裕福になっていいやいいや、もう全部読み込んどるよなあいつは。人って頭いいから、はい、あ社長に会ったあれぐらいしか怒られなかったんだって、みんなやり始めてな、はい、おどう思う、ね、YouTube で SNS やっとるのになんかお前飛び職でおるじゃん、金髪でなんかわーって、俺たち不良だよねみたいなことをあげてる人たちっておるじゃん、はい、俺たち悪いみたいな、そういうの見てかっこいいと思う。そうなんです。アピタ歩いとってお前みたいな、そうや金髪でなんか子供の子がわーってあげてなんか、なんかプリントがいっぱいついてるような T シャツとかあげて、こいつ恥ずかしいか、あの一括りにしたらダメですよ。一括りにしたらダメだけど、結果じゃあお前がやったことでいろんなことが招くわけじゃん。神田も龍二もそう、あの話はさ、ああもっと責任ある立場でやっていきたい、もっとお金稼ぎたい、でも行動が伴ってないじゃん、はい、
いいよ別に俺にそれじゃあその金髪でパフォーマンスに競れるな今はい誰もがリュウシ君すごいだから金髪はどうでもいいや本当にどうでもいいマジだけどじゃあそれじゃあだんだん緩んでってその緩みが車の緩みとか全部つながってくると思うから、はい、それでいいチーム作れるかもう作れないですねなんでやろじゃあそれを言い返せる内容があれよなんかヘビメーターみたいなものがふわーみたいなあこうオッケーって全然オッケーでもお客さんがパッと見てこんにちはーって飯持ってきて一番職人さんが金髪でいや僕そんな風に絶対思われないですよ果たして本当にそうかな俺は客商売やってるから足早だろうが仕事ができるって大したことないってことが、はい、当たり前のことそんなことお前がしっかり処理をしようかな綺麗な足場組むそれは素晴らしい人だなじゃあ仕事ができるから何やってもいいのお前よくはないでしょじゃあなんでいやだってってでしょじゃあなんででしょじゃあなんでって、はい、そうなんですよ、はい、ですよねはい違いますおっしゃる間違えてますおっしゃる通りですですよね、はい、ロンパですよこれこれロンパですよひろゆきロンパですよ最近覚えた感じですかねちょっと面白かったロンパ結構前からありますもんこれあるのありますあります古いのも、はい、古いもう古い中古もう中古ですで俺は滝に行ったよであいつもいいあの目標すごい高いこと言っとった、はい、自分でやりたい貸しやりたい2年かけて自分でこういうふうにしてこういうふうにやっていきたいですでましてお金出してほしいです、はい、商売やるならスポンサーやってくださいいいよいいよ全然いいよ俺もそこに出すってことどういうことか分かってる、はい、俺はお前に友達として言ったあいつは土下座してるんだいや俺が土下座で金出すと思う、はい俺土下座で1000万金お前2000万バーン出したら俺従業員も怒られるんだ、うん、俺はお前ら一生懸命稼いだからこのどういうふうに運用してってまた会社をデカくするのに、うん、土下座したからあの子女の子可愛いからっていう理由で、まあ、金出しとったらああこいつだったら出して成功してこのね1000万円増やしてくれる人だなって思うやん出すよね、うん、だからそこじゃないのそれがお前金髪でさ帽子かぶって隠してさそんなやつでじゃあ俺1000万儲かってこない領収書20経理あってごまかされるかもしれないそんな人信用できるどうなんですか思いますこれ論破してますまだ論破バッチみたいな感じありますそうそうそう来るぞ来るぞそろそろ来るぞだろそれか自分たちで話してミーティングして金髪 OK きちっとやろうぜだけど恥ずかしくないどうしようぜお客さんのところには例えばわからんいやでも考えいいやじゃあちゃんと名札作ろうぜとか、うん、声かけやすいように名札作ろうぜとかきちっと挨拶名刺は渡そうぜとかまあいろんなことをちゃんとやってきゃいいわけですよお客さんたちに、ね、いい足場の職人さんがで言われるのはでも本当にお客さんのところにいると普通塗装屋さんってみんな近所でやるじゃんそうするとあっって言って大変とかでやるわけ俺たちがそっちタイプなんだけどだけどうちの足場の職人さんってやっぱ礼儀正しく挨拶きちっとするし、ね、ギャーギャー言い合わないからうん、だから、あの、大道場さんっていうんだ。安村職人さん、すごい丁寧に挨拶して、ね、こうやって、ね、あの、やってたなって。それがこのところで、おい、お前、昨日のキャバクラどうだったあれやれそうっすよとか言って、まあ、俺だ、それ。これ論破されちゃった。自分に。自分論破。で、そんなことわーわー言っとったら、誰がこの会社頼みたいって思うわけでしょ。やりたいから、ほんとにやりたい。で、俺のネイルダメだ、ストップし。うん、今ある程度、まあ、みんなじゃあ OK にしようかってそれがいいんじゃないってなっとるじゃんでそれをなんか、うん、お前らがね、ねだどんどん伝染していってお前みんな実習生のみんな金髪でそれは怒らんお前言われたみたいな格好をしとって誰かがそうでお客さんとかお前行くんだぞって今からそんなこと行くなよって、うん、なりませんなりますまだ論破じゃないか私言わんのかい待ってましたよねまたそれは違うまだ違うそんな感じです、まあ、ちょっとまた説教動画になったけどまあもう俺はそう思ってますまあこれ逆に意見聞きたいな今金髪でもいいんじゃないとか悪いんじゃないまあやりたきゃやりゃいいしまあやるならやりゃいいしそこじゃないからもうやっぱまあじゃあ芝さんたちの話を聞いたらまあ、全然お前らぬるいなって俺が思ってるの全然足りんどんなと思うし。
ロンパ。しんみり。しんみり。じんわり染み込むのを今まとった言葉が。出してほしいですか。はい。あ、金髪問題について。もともと金髪だったんですか。髪の毛、金髪から青にした。違いますよ。これ、それ語弊あって、はい、よく市販で売ってるやつって、うん、明るいとこうなるっていう。あ、書いてありますね。前例があるじゃないですか。はい。これだったら黒に見えるわと思って買ったんですよ。はい。で、染めたら、黒が入らず、青系の色しか入ってこなかったです。え、その明るい色のところを参考にしてたのに、この今の色になったってことですか。全く想像と違うようになっちゃって。またそこから染めるご予定は。いや、黒っぽい色を入れます。なんでですか。はい。さすがに紫は恥ずかしいっす。今塗り替え道場は金髪 NG じゃないですか。金髪ありにした方がいいんですかね。昔ほどその髪の色とかしたくないです。うん。世間で。年いかれた方とか、お客さんとかで、あ、金髪だな、って思われるのはやっぱあると思うんですけど、最近やっぱ若い客層がどんどん、高齢者より、ちょっとずつ若くなってると思うんで、今後の時代的にはまあ、金髪もありなんじゃないかなと、そんな言われない時代になったじゃないですか。そうですね。結局、それ以外で見られてる時に、やっぱちょっとでも悪いことすると金髪ってそう掛け算になっちゃうから。でも金髪にしてて逆にプラスになることってそんなないじゃないですか。まあその人から見られた時にそれがちょっと難しいですよね。難しいと思うんですよね。はい、お疲れ様。さあ、今日はねちょっと違う問題なんですけど、先に言っとくわ。昨日も言うじゃん、ちょっとこれがやめます。じゃあ本当にな。じゃあやめるって話でちょっと動いたんだけど、まあ、またそれはちょっと次回。やめるって言って、今回はそういう話じゃない。お前に聞きたかった。それは何？めちゃくちゃビビってこない？お前。お前、まずいぞ。まずい。先生、自分回答し。うちの会社って金髪いいの？お前らフルカブだろ？そうっすね。まあ、リュウジもフルカブだけど、大変じゃなかったもん、仕事も一人。だ金髪いいの？いや、いいならもういいにしやいんじゃない？どう思うの、それは。もう最初、まあ、お前に聞いてない。わかんない。そういうとこだから。お前そういうとこだから。どうなんですか？あ、撮りますだ大丈夫ですか？あ、台車もしましょうか。あ、ワンちゃんか。あ、こっち側行こうか。申し訳ないです。すいません。前も置かれるか。あ、前もしましょうか。すいません。ちょっと狭いんで申し訳ないですよ。これよかな。あ、本当は多分ないよ。黒付けていいですよ。いやいやいや、ごめんごめん。すいません、ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。お願いします。今のとこ使ってな。はい。かわいいワンちゃんでした。はい、ワンちゃん、俺の体毛が素晴らしいので。まあそれはいいんだけど、どうなんですか？金髪問題に関しては。お前はどう感じてるのかな？まあそれに対してやっぱ広がっていくのが、まあ、タケコが始めてるな。どう思う？ルール的には。ルールはいいわ。お前のことは違います。まあ、ルールはまず置いておいてはいいわ。まずはじゃあ変なあれじゃなかったら、うん、いいのかなと思う。変なあれだろうか。ちょっと変ですね。
なんでじゃあやめた方がいいって思う。それはお前らがないからやっぱ言えんし、じゃあ俺まあさあさあ、まあ、ちょっと本当にしっかりしたものを作りたいなと思うんだけど、堀川翔がやめるやめる問題、はい、けどお前らがやっぱすごい今スイッチ入って頑張ってるじゃん、リーチとお前らな、はい、俺はそれは感じてる正直な。この2週間ぐらいこいつがやめるやめるってね、頼んでいて、ちょっと会社を売りましょうみたいな話も言って、いろんなことが起きて頑張ってるさ、いいか悪いかっていうのでさ、なんでなんだろう、本当にいいのか悪いのかって考えてないと思う。俺もやっぱ悩むんだ、リュウジで言葉が出ないとやっぱ言えないじゃん本当に。だからなんで良くないんだろう、俺が言ってるからじゃなくて、はい、俺はまあリュウジの、まあ、昨日ちょうどそういう話したんだ、まあ、俺は竹が割ってやって、ああもうめちゃくちゃいいみたいな。で、これたまたまこういう堀川問題があったので、お前らとよく喋ったじゃん。はい。で、多分いろんなことで俺も喋ったと思うけど、まあ緩んどんなって感じた。足場がね。で、みんなも、ああ、龍二君社長に会ったから怒られなかったんだ。すぐじゃないです。やった。もう目に見えとるじゃん。あ、通った。みたいな。で、俺がそうじゃん。金髪でこんなんなんかさ、刺繍が入ったさ、いいや、それ好きなら着ないいんだけど、その方が家で一人で着ないといいんですよ。女の子と遊ぶ時にそれ着とんのがええやんです。はいよ、会社来てさ、ピアスわーつけてこの感じになってて、あ、イエースみたいな感じで、あれ YouTuber だぜみたいな感じで、ピアスの大好きだから、あなただけだぜみたいな感じで、動画映しとったら、アホかってな。金髪はちょっとかっこ悪いですね。なんかまあ、うん、茶髪とかだったらいいですけど。なんでじゃあ言わんかった。言えんかったです。なんで？わかんないです。なんで？だろう。そこだって。そうですね。まあ俺もそうだよな。なんで分かんないときは話し合ってみるんじゃない。じゃあお前らって横じゃん行って。ちょっとお前がやっぱちょっと角が出てるわけじゃん。だからやっぱみんなの力を借りれないと思う。上からおいやれって言うには若すぎるし。でも昨日そういう話したんだよ。でこいつこうやって一人で偉いなと思うわ。簡単と何しに来たの、話し合いに来たのか。いやちょっと現場が話は気にしない。ちょっとでもちょっとごますってなの、ごますってじゃない、ちょっと簡単とこうやって現場だったら二人で恥ずかしがりだよなお前も。いやいや強いっすってなんでで、そういうとこ好きよ、はい、恥ずかしがりだね、ちょっとみんなおるとこだとカンタ二人で飯行こうかってなんか言いづらいぐらいの空気なんだ。いや、こいつとはそんなもんね。やっぱちょっとリュウジ君だとなっちゃうんですけど、うん、ね、ちょっと現場顔出そうかなとか、まあ、そういうことじゃん。ちょっといいもんばっかしゃべりだよ、ちょっとお前しゃべらせよ説教じゃな、毎回その感じなの、直行こう2人しゃべらんじゃんなんかね、ちょっとお前からなんかね、社長がいると金髪問題って言いにくいんじゃないですか、逆に今の状態がってことですよね。そうそうそう、今がしゃべりたい、俺がちょっと外れとけってこと。いないふりしたりとます。雲隠れ。ちょっと離れてみようか。あ、面白いね。うん、まあ、でもいい角度だ、ね。うん、素晴らしい。お疲れ様です。出だしから戻すみたいな。でも金髪ありですか？正直。そう言われるまで別に何とも思わなかったよ。でも。おー、本当です。カンタさんも。言われるまで思わなかった。さすがにやりすぎだなと思ったけど、うん、あの人帽子もかぶっとるしそんなに見えんじゃん。うん、そうですね。本人はもしかしたら初めにかっこいいかっこいいって言われてるから出だしが注意じゃないじゃないですか、多分肯定されてる、うん、そしたらなんか私も言われないとわからないこといっぱいあるんで、言われた後に言うようにするんですかね。そんな感じなんだろう。その後なんか話しました。リュウジさんの後に金髪にされた方もいらっしゃるんですよね。タケさんは憧れてしたんですか。したかったみたいな。だからあいつはみんなやっとるでいいだろうみたいな感じでしょ。ああ。やっぱり上がやっとったら真似しちゃうし、こいつもメッシュやっとるし。メッシュはあれなんですか。社長だもんってね。ね、セーブ。
あー。なんかその金髪よりいいじゃん。でもこれ被ってたら本当見えないじゃないですか。コンビニでも。なんかもったいないですよね。あのいい職人さんだって評価されてるのに、それちょっとしたことで。ね、ファッションじゃん金髪も。うんうんうん。でなんかそれをやるなとも言えんじゃん。うん。だからその一言でもなんか社長に電話して金髪にしていいですか。多分社長も多分何も言わんかったと思う。そういうとこかな。そのファッションを邪魔はできんじゃん。うん。悪くないけど。ダメなんだね。難しいよね。お客さんもおるからさ。そうそう。だって隠すな、隠してさ、うん。今後の課題ですね。いろんなね世代の子が集まるといろんな考え方もあるし、考えていきましょう。私も始めたばかりなので。ちょっとやってみますか。金髪に。金髪ドッキリ力ね。あのスプレーで。よいしょ、社長に直談判みたいなんで、みんな金髪で申し訳ない。さあ、じゃあまた見てね、お先に撮っとこう。はい。はい。いや、もうちょっと止める。はい。では、皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。どんな感じで締めるんですか。せーの。はい。せーの。また見てねー。お疲れ様です。金髪まだ治ってないじゃないですか。そう、社長のさっき言った言葉をそのまま言ってるだけで。他の足場職人の方に金髪についてどう思うかっていうのを事情聴取してきました、はい、どのような意見が出たと思います。どの意見、人の意見なんて知りません。強気だ。最終ですよ、金髪どうします。何どうします。染めます。染めるよ。おう、いつですか。この風が治ったぐらい。わかりました。何かわかりました。いや、その時にまたビフォーアフターを撮りに来ようかなと思って。何のビフォーアフター、みんな知っとるじゃんって。金髪の、うん、元の黒は。だって俺ずっと何十年間黒で。あ、そうなんですか。何十年間黒で金髪にしたんだ。はい、じゃあちょっと風早く治してくださいね。はい、はい、まあ、なったばっかなんで。赤くするかもしれない。はい。いい風かもしれないし。ちょっと離れとこ。コロナかもしれない。離れとこ。ありがとうございました、はい。またお仕事頑張ってください。いい、はい。ありがとうございます。